はい、こんにちは、翔太です。ポケットマスターソードシールドのね、今日シングルランクマッチじゃなくて、またラジオ動画なんですけど、今日話していこうと思うことが、受けポケモン、まあ、受けるポね、使うときに受けポケモンを、まあ、使うと思うんですけど、その受けポケモンをどうやって考えてるのかとか、なんか用意してるのかみたいなことをね、話していこうと思います。で、どういうことかっていうと、その、例えば、なんだろう、このポケモンって何で、こう受ければいいんだろうとかってね、わかんないとか、あと新しいポケモンが、まあ、環境が変わったりして出てきたりとか、今までそのいなかったね、環境にいなかったんだけど、なんか誰かが使い出してこうバーって出てくるポケモンだったり、まあ、そのルールが変わって新しくポケモン来た時に、じゃあどのポケモンをどれで受けたらいいのかなとかっていうのを、まあ、考えると思うんですけど、そのなんか考え方っていうか、まあ、僕がこういう風になんかこうダメージ計算とかね、そうダメージ計算をとにかくするんだけど、そうどうやってそれを考えてるかっていうのを話していこうと思います。で、一応、例として、シーズン15、前期に僕が、レート2100を取った構築の、ネクロズマ受けに僕はヤドランを使ってたんですけど、まあ、そう、なんでヤドランになったのかっていう経緯と、どういう根拠でヤドランでネクロズマ、二色ネクロズマを受けようってなったかっていうのを、まあ、説明していこうと思います。で、まず、経緯なんだけど、最初、ヤドランではなくて、エアームドで二色ネクロズマギリギリ間に合うっていう、話を聞いていて、実際にダメージ計算をしてみると、ネクロズマが、まあ、A 特化。要は、いじっぱりで、A に、努力値を250に振ってる状態のネクロズマに、の、竜の前に対して、エアームドを後投げした状態を具体的に想定すると、そこからね、鉄壁で一応、なんか、お盆飲みが必要だかなんだか、あったかもしれないんだけど、一応、鉄壁で確か間に合うっていう話になってて、その、ダイマックスまで考えてもね。だから、まあ、エアームドをずっと使ってたんですけど、日食ネクロズマの型がめちゃくちゃなんか多様化してて、その時って。熱風を持ってる日食ネクロズマだったり、あと、アシストパワーをね、持ってる、瞑想足場型みたいのがなんかちょっとちらほらいたりして、まあ、実際ランクマッチやってても結構当たったから、これ多分このまま最終日までヤドラン、エアームドで日食ネクロズマ見てたら、ちょっとこれまずいんじゃないかなってシーズンの終盤あたりに思い始めて、まあじゃあそれを、どこまでケアできるかはまあともかくとして、なんか別のポケモンで受けなきゃなっていう風に。要はみんなエアームドを崩せるようにしてたから、なんかそれをなんとかしなきゃなって思って、まあいろいろポケモンを探してたの。で、どうやってポケモンをまず探していくかっていうと、僕、ポケモン徹底攻略っていうね、サイトのポケモン図鑑を眺めて、なんかいけそうなのをピックアップしてって、それを順番にダメージ計算してって、どれならいけるみたいなのを、まあ、考えていくっていう。まあ、それ、いけるポケモンが複数見つかるときもある。例えば、まあ、実際シーズンの終盤には日食ネクロズマは、自体も数を減ってたし、まあ、足場とか熱風もいたっちゃいたけど、言うてそのエアームドで受けてて、全然、レート2000とかね、取ってる人も結構いたから、多分、現実的にはエアームドでもなんとかなってたんだと思うんだけど、その、まあ、そういう複数いるときに、まあ、どっちがいいか、って悩むとかっていうのはまあ、あると思うんだけど、それについては、考述します。で、まずどういう、その根拠でいけるようになったかっていう、まあ、続きの話なんですけど、まあ、そのパーって図鑑を見てた時に、いけそうなのをいくつかピックアップして、そのダメージ計算をしてって、あ、これはダメだ、これはダメだとか、これはワンチャンあるかもとかっていうのを考えてた時に、ヤドランになったんですね。で、なんでかっていうと、日食ネクロズマーが、まあ、A 特化、さっき言ったように A 特化で、リュウマイを積んだ状態に後投げするっていう前提で想定して、こっちのヤドランは、ヒットポイントと防御に振り切ってる。まあ、ヒットポイントは奇数にしたいから、244しか振ってないヤドランだとして、ヤドランを後投げすると。で、どういうことが起きるかっていうと、プラ1のネクロズマにヤドランを後投げした状態で起きることって、もう一回リュウマイしてくるか、まあ、ダイマックスを切って殴ってくるか。で、その時に何で殴ってくるかっていう技が、まあ、問題になると思うんだけど、その技は、僕はポケモンホームを、見てました。まあ、実際に終盤のその、なんて言うんだろう、割合とかとは、あとその、2000以上の人が使ってくるとか、最終日当たる人との割合はね、ポケモンホームとはやっぱりちょっと乖離がある部分はあるんだけど、じゃ、かといって逆に、そういうなんか統計的なデータを見れる方法を僕は持ってないのと、その、なんて言うんだろう、まあ、体感的になんか、ポケモンホームだとこうなってるけど、なんか3桁以上戦ってるとずっとこれと当たるなみたいのはもちろんあったりするから、それを前提になんかこう感覚的にこっちの方がいいかなみたいのはたまにやるけど、まあ、それでもどっちかっていうと僕はポケモンホームの方のデータを前提に考えることにしてて、なんでかっていうと割合は違うことはあっても、あんまいない気がするんだよね。ポケモンホームのその、なんか採用率のさ、トップ10ぐらいまでは技が乗るわけじゃん。だからその、そこに入ってない技を採用してるって、まあ、足場ネクロは、それの典型的なその中に入ってなかったけど、結構いたよねっていう典型的な事例ではあるんだけど、
まあそんなに多くはないかなって思って、基本的にはポケモンホームを、まあ、見て、それを前提に計算すれば、まあまあレート2000は多分行くのに困ったりはそんなにしないと思うんだよね。だからまあ僕はずっとそれを前提にしてたんですけど、一応、これシーズン、今のね、今週のシーズン16のデータになってるんだけど、あれ ?15 かなこれ。ちょ、わかんないわ。けど、一応ね、メテオドライブ、リュウマイ自身、サイコファング、フォトンゲイザー、回復技か、ロックブラ、ネップ、ストーンエッジみたいな感じの採用率になってて、で、なんでヤドランを選んだかっていうと、そのメテオドライブとサイコファングが、とフォトンゲイザーか、その辺のそのネクロズマの一致ウェポンが、まあ、全部半減だからいけるんじゃないかなっていうところがスタートなんですよね。で、つまり、その二つよりも、まあ、他の、なんかサブウェポンの方がダメージが入ると。で、ダメージ計算、本当はなんか全部の技に対して全パターン計算するべきなんだけど、なんか、めんどくさいっていうのもあるけど、なんかそこまでをね、全部僕はやりきれなかったから、とりあえずなんか毎シーズンやってんのは一番ダメージが出る状態っていうかパターンみたいのを計算して、それがいけるかいけないかで、いけるんだったらもうそれを採用していいわけだし、無理なんだったら、まあ、その、どこまでは見れるのかとかを計算する。だからさっきの話でいくと、その、ネクロズマの場合ダメージ計算した結果、瞑想アシパは無理だったんだよね、ヤドランじゃ。現実的にそれは無理だっていう。一応技構成によってはできなくはないんだけど、まあ、かなり非現実的な構成になっちゃうから、まあ、それだったらアシパを切ろうってことにして、熱風までいけるっていうのが、まあいいかなっていう話。で、具体的なダメージ計算なんですけど、プラ1のネクロズマにヤドランを後投げして、で、一番ダメージが入る状態が多分ダイマックスなんだよね。で、ダイロック。か、まあ、ダイアース。ただ、まあ、ダイロックの方が一応砂舐めが入るから、ちょっときつくな、きつくはなるんだけど、プラ1に後投げして、ダイロックを、で、乱数は全部、なるべく上で計算する。まあ、たまに、最高乱数の場合はちょっと諦めようかみたいな計算をすることもあるけど、まあ、なるべく上で、まず考えた方がよくて、で、55.7% がダメージのアッパーなんだよね。で、そのターンにヤドランは動くから、鉄壁をすれば、次が 28.3% になるから、その次のターンから再生を押せば間に合っていく。ダイマックスを切ってきた場合には。で、リュウマイを連打してくるんだったら、こっちは鉄壁連打で、その、相手の A の上がり方より B の上がり方がでかいから、間に合うことになるっていう形で、まあ、ヤドランが採用が決まったと。で、熱風型は基本的に、その、瞑想とかが入ってないから、熱風はいけると。で、瞑想アシパまでいけないかなって技構成を考えてたんだけど、瞑想アシパは、なんかヤドランがね、なんだっけ、ネットを切るとかしなきゃいけなかったんだよね。その、まあ、ヤドランの技構成をじゃあそこで考えていくって話になるんだけど、まず、自己再生、じゃあ怠けるか、ヤドランは。まあ、その回復技がまず入ってくるのと、日食ネクロの、その、リュウマイに対抗するために、鉄壁がまず必要っていう、この二つが技選択で確定になってきてて、まあ、あと二個をどうするかっていうところで、まあ、とりあえず、その、役割対象の日食ネクロズマだったり、あと、エース版にもそこそこいける、この技が、二つがあれば。っていう感じで、まあ、考えてたので、あと2個は割と自由だったから、本当はそこで、瞑想アシパにね、対抗できるように、なんか、ド忘れとかをダメージ計算してたんだけど、アシストパワーを、瞑想6回されてアシストパワーされると、半分以上ダメージが入っちゃうから、無理だなっていう、感じになったので、で、そうなると、他に選択肢としては、瞑想封印とかね、ヤドランの。ただそうすると、そうさっきも言ったように、攻撃技が一個もないっていう、さすがにちょっときついヤドランになっちゃうから、まあ、無理かなって思って、なんだっけ、ド忘れで受かるんだったらド忘れを入れてたんだよね。ド忘れネットを鉄壁、自己再生みたいな、怠けるか、みたいな感じの技構成にするつもりだったんだけど、それが無理だったから、まあ、瞑想足場まで対応できるのは多分無理だろうと思って、切ったっていう、まあ、ことだったんですけど、一応、その鉄壁、怠けるがあればまず大丈夫で、まあ、最低限攻撃技1個欲しいから、追加効果の火傷も狙える熱湯が入ってきたっていう感じですね。で、ラストの1個の技、僕はボディープレスで採用してたんですけど、まあ、多分電磁波とか、あくびとかも全然選択肢になってくるし、まあ、周りとの兼ね合いで、僕はハピナスに電磁波が入ってたり、あと、単純に鉄壁プレスはね、このゲーム多分強いんだよね。エアームの鉄壁プレスがめちゃくちゃ強いのもそうなんだけど、ヤドランの鉄壁プレスもまあ強いだろうなと思って、まあ、割とその辺は雰囲気で決めた技だったんですけど、まあ、そんな感じの経緯があって、まあ、ヤドランが採用されたっていう、そういうダメージ計算をね、してました。で、具体的に、どういうことをしなきゃいけないかっていうと、最大打点、一番なんかダメージがやばいパターンを多分なるべく計算した方がよくて、で、ダメージ計算をして具体的に、
ヒットポイントがいくつになって、とか、まあ、何パー入るで計算しても、まあ、まあ、いいとは思うんだけど、その、いくつどれだけダメージが入って、で、こういう動きをしたら、このパターンには対応できるなっていうのを考えて、で、まあ、その場合に、例えば、相手が A っていう選択肢を選んできたときには、こっちは、例えば C を選ばなきゃいけないけど、相手が B を選んできたときには、こっちは D を選んできなきゃいけないみたいなのは、択になるから、それをなんかうまく解消できたりしたらいいんだけど、その、ただその、少なくともね、それが択になるのかを理解し、知ってるっていうか、理解してるっていうか、っていうのと、その、ダメージ計算で、事前に確認しておいて、その、どういうパターンをすれば受けれるのかっていうのをしっかり理解しておけば、あの、それで、まあ、そこそこね、構築がまともな形で、まあ、あと、なんか選出策と、その辺をうまくやれれば、多分、レート2000は、なんかなんとか、受けループ使って、受けループ、で、まあ、レート、潜れる人が、人をね、限定の話だけど、そうやったら、まあ、レート2000はね、いけるんじゃないかっていうふうに、思ってますね。なんかその辺を、あとしっかりやると、なんか、多分、上達すると思います。なんでかっていうと、その、具体的にダメージ計算をしてるわけだから、なんかこう、こういう選択をした相手がこういう選択をした時には、現実的にどういうことが起きるっていう、その、例えば、どっちかのポケモンが死ぬとか、ヒットポイントがどれぐらい残るとか、これはま、なんか回復が間に合うようになるとか、崩されちゃうとか、そういうのが分かってくるから、そうすると、その選出画面とかで、あ、こういう風に、こう、このポケモンは処理しなきゃいけないなとかっていうのが想定できるようになんだんなってくるから、その、とにかくダメージ計算をして、なんかポケモンをやるっていうのはね、めちゃくちゃ大事だなっていう。まあその、ダメージ計算っていうか、受けポケモンの考え方の話っていうか、作り方の話っていうか、そういうつもりだったんだけど、まあ結構ダメージ計算が大事って話になっちゃったんだけど、ダメージ計算は絶対めちゃくちゃやった方がいいです。試合中、僕最終日とかは、試合中はいつもなんかダメージ計算と、TOD 用のタイマーをずっと使って時間を計りながらダメージ計算もしてみたいなことをスマートフォンでやってましたね。あのダメージ計算用のねアプリはApple Store とかなんかでポケモンダメージ計算とかってやったら絶対出てくるんで、なんか何でもいいと思います。ダメージ計算ができれば、まあそれを使ってダメージ計算をして、その起きることを理解してっていう、なんかそれだけで全然違ってくると思うから、あとその自分で受けポケモン考えれるようになるから、そうすると、まあ言っても、僕もなんか過去のね、その、構築記事とか読んで、あ、このポケモンはこのポケモンでいけるんだとか、要はその、ランドロスはじゃあエアームでギリギリだとか、なんか、無理な場合もあるし、なんとかなる時もあるみたいな、それぐらいの理解ではあるんだけど、そういうのをその、過去の、こう、受けループで結果出してる人の記事とかを読むと、そういうのが分かってくるから、なんかそういう意味では、そう、構築記事読むっていうのもすごいいいし、その、構築を自分でじゃあ、組もうっていう、その受けポケモンを考えるから、まあ、次のステップだよね。構築を組むときに、あ、じゃこれはこれでいけるなって知ってるから、その、なんて言うんだろう、そこの計算とかを省いて、ポケモンが採用できるっていう、その、動きとかももう分かってるわけだから、まあ、そりゃさ、なんか長年さ、エースバーンとかとずっと、こうね、半年とか戦ってたら、まあ、だんだん分かってくるものではあるんだけど、その、ヌオでは無理だなとかね、そういうのが分かってくると思うんで、ダメージ計算を具体的にやるといいと思います。あの、目安のラインは、2体するかしないかなんで、基本的には。まあそう、2体するかしないかかな。一番でかい打点が。で、ヌオーはエースバーンの膝を2体しないんだよね。だから成立しないっていう、エースバーン受けとしては。っていうのがあるんですけど、まあその2体するかしないか。で、積み技があるかないかとかで変わってくるけど、まあそのあたりですかね。まあまあまあ、あの、とにかく具体的な場面を想定して、なんかこうヒットポイントがいくつになって、次これをしたらこうでとかっていうのを、こうイメージしたり、なんか、まあ、紙に書いたり、なんかメモ帳とか、そのパソコンのね、そういうの使ってもいいと思うんだけど、それで具体的な場面を想定しながら、ダメージ計算をして考えるっていうのが、まあ、受けポケモンをなんか作る上で一番大事っていうか、で、それをやると自分も成長するっていう、まあ、まとめるとね、そういうような感じの話です。なんか、結構その前の、あ、こっからはちょっとね、僕の個人的な話だから、なんか、そう、受け方だけ知ればいいよみたいな人は、ブラウザバックしてくれても全然いいんですけど、なんか前の、その、禁伝に対するなんか役割対象、まあこういうのでだいたい受けれますよみたいな話をした動画が結構ね好評だったんで、味を占めてなんかそういう解説系の動画に手を出してるんですけど、まあなんか、まあ、こういうなんか解説に限らず別に雑談でもいいんだけど、なんかこういうのをちょっと説明してほしいとか、あなんかまあこういうなんかお前なんか他なんか好きなゲームねえのかよみたいな、そういうノリでもいいんだけど、別になんかそういうコメントでなんか書いてくれれば、あの、話せる限りね、話そうと思うんで、まあ、あんま期待しないで書いてほしいんだけど、書いてくださいっていう、あの、お願いです。まあ、あとなんか、なんだろう。うん。まあ、ダメージ計算してて、なんか、あと、
難しいなとか、なんかよくわかんないなってなったら、まあなんか、ちょっと一回ゼロからやり直すとか、まあなんか、その辺はなんか多分、計算問題とかと同じなんじゃない？わかんないけど、僕はあんま数学得意じゃないか、あんまわかんないけど、まあ、そういうノリでね、頑張っていきましょうっていう話でした。お疲れ様です。ここまで聞いてくれてね、ありがとうございます。じゃあ、またねー。